皆様ごきげんよう、マナトです。ゼロ濡れガラスの巫女、続きをプレイしていきます。11の雫よみこ、ひなさきみゆちゃんですね。非頑固で有利を助けたみゆは骨董屋に身を寄せていた。母ひなさきみくがひかみ山にいると信じ、その影を追うことを決意するみゆだが、母の影を追うには有利が持つ遮影機が必要だった。あの時お母さんの影は墓地の奥に消えた。あの遮影機で調べれば何かわかるかもしれない。もう一度借りられないだろうか。ということで、お部屋からスタートですね。遮影機貸してくれますかね。お山に行けばね、危険なことが待ってるのは分かってるので、遮影機は小塚田さんの部屋にあるはず。雨がまだ降ってますね。道すがらひそかさんのお部屋に。お、ひそかさんの手帳発見。あかりがどうして失踪したのかついにわからなかった。結局消えてしまう本当の理由は本人にしかわからない。他人にとって取るに足りない些細なことでも、本人にとっては本当に大切なこともある。人は本当に分かり合うことはできないのかもしれない。ユーリはやっと引き止めることができた。ユーリが失踪した本当の理由はわからない。私が触れても何も見えない。もしかしたら理由がないのかもしれない。暗闇を覗いたように不安になる。ユーリはいつか行ってしまうかもしれない。理由が分からなくてもいい。本当に分かり合えなくてもいい。私が抱き留めている間はユーリはこっちにいる。もう失踪する人を探すお仕事をしている影見のね、ひそかさんらしいっていうか、優しさがにじみ出ている日記ですね。あかりっていうのも過去にここでかくまっていた、かくまうっていうか、あの保護していた女の子ですね。もう中庭とかに変な人来てないといいですけどね。そしてここがゆうりちゃんのお部屋。休んでますね。少しうなされているようだ。遮影機、これがあればお母さんを連れ戻せる。遮影機の下にメモや写真が置いてある。ああ、ミクさんの失踪者名簿。私ならきっとお母さんを見つけられる。この遮影機を使うと向こう側に近くなった気がした。私の家にも遮影機の箱だけが残されていた。お母さんが神隠しにあったのは遮影機に触れたから。そしてゆりちゃんのノートを発見。他人と違うものが見えていると気づいたのはいつの頃からだろう。
死んだ人の言葉が聞こえると気づいたのはいつの頃からだろう。あの人たちは私にいろんなことを話してくる。栗ごとのようにいつまでも同じことをつぶやいている。思わず聞いてしまいそうになって耳を塞ぐ。聞いてしまうと知ってしまう、知ってしまうと受け止めてしまう。話しかけてくるたくさんの声、声、声。私には何も受け取れない、何もできない。いっそ私がつぶやく側に回れば穏やかに過ごせるのかもしれない。それはつまり、うつしおの世界から隔離を得、まあ言ってみれば崖から身を投げてしまえばっていう。孤独に苛まれて、そして死者の声が聞こえてしまう、姿が見えてしまうのが一層ね、孤独を深めてしまってるんでしょうね。あー、ちょ、敵じゃない。へえ、巫女の気配がある。唯一ね、対抗できる射影機を持って出ちゃって大丈夫かなって。まあしかしゆりちゃんもね、胸の内を磯川さんに話すことができたらね、幾分楽になれるんじゃないかなって気もしますけどね。磯川さんも多分それを望んでるだろうし。と言いながら、おなじみの駅にやってきました。あ、なに、あー、いる。階段に立つ影、やっぱりさまよう霊がそこここにいますね。お山にはアイテムは落ちてないっぽい。事務所に行ってアイテムを回収してきます。はい、アイテムも回収し終わり、雨の中を行きます。あっという間に濡れゲージが満タンになっていく。あー、濡れましたね。うぇこれ無視して進めたりする無駄な戦闘を避けていく。あ、けど戦闘避けるとポイントが、リザルトの画面ではね、あのポイント低くなるのかもしれないな。おひなさきみくさん、わっ後ろに、あ、これ複数体いるパターンですね。あー、正面、火の玉をまともに食らってしまう。この戦闘は実は無視できるのかな。無視して進める。追いかけてきたりはしない。あ、いる、倒さなきゃいけないんだ。うわー、迫ってきた。ということで、なんとか撃退して忌み谷へ。お、清めの日、
わあ、ゴースト反応。危ない。かといってここで清めの火を使ってもすぐにね、雨で濡れてしまうので意味がないという。みゆちゃんのお母さん探しの旅は続きます。あ、あ、ここは道が、この道前に来た時は塞がっていたはず。この奥にお母さんが。結びの家。よく手入れされている前庭が広がっています。今一瞬アイテムが反応した。あ、これか。私は残された。4年前のあの時、私はミンを授かった。でもこの子を残していかなくてはならない。私はもうすぐ終わる。終わりが近い。死ぬ時は一人だ。一人で終わる。私は幽魂を知ってしまった。寂しいことが書いてあります。建物の中に入ったので一つ使っておこうかな。体が濡れてないから油断をしていた。襖を開け、おお、この家か。おばば様。お、何か落ちてる。強化レンズバクを手に入れた。一定時間だけ停止することができる。そうか、幽魂の儀式をするこのお家、結びの家。で、ここにミクさんが。清めの日ゲット。この宴の間に入ったり、巫女を警戒する。相変わらず逆さ屏風になってますね。開かない。何か強い力で抑えられているような。射液が反応している。何かが映り込みましたね。
あれは花嫁さんの支度の。どこからか榊さんの声がする気がする。まださまよっているのか。しかし問題の部屋はここっぽいので、よし、万葉丸を手に入れといて覗く。あ、兄さん、そして勝手に開く襖。いらっしゃいましたね、ミクさん。途絶えてしまった。切ないな。残ってる。あ、退治した。有根か。お、進めるようになりましたね。懐かしの。なかなか捕らえられないですね、おばあちゃん。こちらですか。清めの日。この高まる緊張感、何が待ってるのかな。誰もいない。あ、出ました、黒い箱。読み子であるあなたも柱になる役目を果たさなければなりません。ばあちゃん、ばあちゃん、怖すぎる。いきなり役目を果たさなければなりませんとか言われても。どこだ、どこだ、おばあちゃん。おい、いた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 。ばあちゃん高速移動早い。おこの魂みたいなやつをポンポン出して高速移動を繰り返す。あ、鏡。鏡の中から出してるな。迫ってる。あ、
チャンス。怖い。体力回復しといて。動きが読めないな。どこに行った？どこに行った？どこに行った？ああ、ここ。チャンスだけど溜まってない。よし、また消えた。どこだ？あ、ここだ。来た。あ、すごいいっぱい出してきた。わー、恐ろしい。連射。すごい、7連射できた。お、あとちょっとだ。これ普通に力押しで。6コンボ結構決まりましたね。よしよし。おばあちゃん怖かったよ。白い表紙の本、あの老婆の書いたものだろうか。有効により柱はさらに長らえる。柱となる巫女にもやはりちぎりの相手がいなければ。かわいそうに、どのような巫女でも一人ではこの箱の中の苦しみに耐えられないのだろう。王瀬のちぎりは数多の稀人がいよいよという時に心を変え失敗してきた。もしかしたらあの子は麻生様が来ることを待っているのではないかと感じることがある。また麻生様が来てくれたとしても、まれびとが誰を選ぶか、そのことだけは誰にもわからぬ。たとえ約束していたとしても、まれびとの心変わりだけはわからぬ。おー、まれびとというのは山の外から迷い込んでくる人のことですね。訪問の方に人と書いてまれびとですね。そしていよいよこの箱の中を改めて。いらっしゃいました。お母さん。触れると見えてしまう。氷上山の夕日に見入られてお山に入ってしまったんですね。私の命はもうすぐ消える。もう一度あの時に戻れるなら、あの時のままでいられるなら、それが私の最後の望み。私はもう帰るの。一緒に帰って。お願い。
面白い演出ですよね。この箱の中が隔離をで、このね、今外にいる側が写し用で、許して許さないってね、こっちの写し用の世界で生きていくことはもう諦めてしまってるから、あちらの世界に行かせてって言ってるのを許さないって、なんとも切ないやりとりだな。ちなみにミクさんのお相手は、あれはお兄さんなんですよ。ゼロシリーズの第一作目、まさに無印ゼロの方で登場するんですが、まあ、まあ出ますよね。分かってましたよ。はあ、撃退。体を乾かして体力全回復。ほーら出た、ほーら出た。箱を運ぶ人だ。あ、チャンス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 。あれ、もう一人は？あ、これ榊さんだ。いやさんは見取りができなかったな。よし、あともうちょっと。ああ、よかった、普通に開く。よし、あとは外に出るだけ。ダッシュ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 。家に帰りつけましたか。やはりミクは氷上山にいた。迷いが結びの家でミクは有婚の儀式を終えていたのだ。もう一度あの時に戻れるなら、あの時のままでいられるなら、それが私の最後の望み。そう言いながらミユに許しを請うミク。ミユはミクを骨董屋へと連れ帰り、二人は身を寄せ合い、やがて深い眠りに落ちていった。11の雫読み子、リザルトランク A。 ちょっとね、途中戦闘逃げたりもしましたがA ということで、このね、ミクさん、ミユちゃんの寄り添って眠っている姿見ていて胸がキューッとなりますね。決してね、自分の娘のことを可愛くないって思ってるわけじゃないけど、ミクさんはどっちかっていうとね、あちらの世界に近づいてしまってるし、
あとお兄さんがあちらにいらっしゃるのでね、そういった思いとかも引き寄せられてしまう要因になってるのかもしれませんね。はい、ということで続きはまた次回やっていきたいと思います。ここまでご覧いただきましてありがとうございました。マナトでございました。